どうも、ロットンです。今回はデイリーレース B のサルディーナロードトラック A のコースをグループ4の車両でレースになります。でね、今回はウェイロンを選択してきました。前回じゃねえな、ちょっと前に富士スピードウェイでグループ4のレースやったんですけど、その時もウェイロン選んだんですね。ただ、直線の伸びが 思ったより伸びなかったんで、ベイロンって遅いのかなーって思ってたんですけど、まあ、今回のタイムアタック1位の方がベイロン乗ってたんで、じゃあこのベイロンで今回リベンジを果たそうっていう感じです。ただね、今回普通に A プラスの人とかがレースに出てきてるんで、勝てるかどうか、勝てる自信が全くありません。スタート。まずは無難に、ウラカン。前にいる、イタリアン風なウラカンを。いや、ウラカン、他社か。おお、やっぱ突っ込んできた。よし。今のは警戒してたから、まあ、よし、大丈夫。対処できた。ただ、そのおかげでちょっと、前と離れちゃったな。追いつけるかな、これ。追いつけるかな。直線番長だから、コーナーの勝負はできないんだよな。離されちゃうな。ちょっと1コーナーしくったのが痛かったな。そしてこのコースも、ほとんど走ったくねえから、ライン取りも何もわかんねえ。ピン刺してくる。抜くなら抜いて。抜かないか。はい。後ろが入れ替わった。86になった。ん？ペナルティ？いや、ちょっと後ろ見てる余裕はねえ。あ、やべ。グラム。おお、ごめんなさい。はい。ウラカンはペナルティ。86が邪魔くせえ。はい。とりあえず、ウラカン落ちて、前と差が開いちゃったな。はみ出したのウィロンか。抜けるか。アウトから行くか。ちょっとノーズ差し込んで、ブレーキを遅らす。あー、ダメだ。クロスさせなかった。これインサス、インサス、インサス。はい。立ち上がりの差で、並んでるか。まだ、ここはしょうがない。おー、86押さないでよ、さっきから。なかなか抜けねえな。2秒ペナルティ？押し出し？まあいいや。いいや、86いかそう。おー、ナイスタックル。ああいうのがあるからね。基本、危ない車が後ろにいたら、前に行かせるようにしてる。ブレーキ踏みすぎだな。はい。後ろが詰まってきてる。はい。前の差が開いちゃったな。まあ、ゴダゴダがあったっていうのもあるけど、1コーナーまた誰かが吹っ飛んでくれたら、
嬉しいな。まあそういうことはそうしようもないか。はい、前が3ワイド。しょう、さわし縮まってる。さっきの謎イタリアン裏かった。イタリアンじゃねえな、なんて言おうとしたんだっけ。イタリアンじゃなくてあれだ、あの名前が出てこない、ランチアのストラスとかのカラーリングの、あれなんていうカラーリングの名前だっけ。あれを言おうとしたんだよ。それがなんでイタリアンになったんだろう。裏感いたしゃじゃんと思いながら、後ろの裏感も詰まってきてんね。前の裏感はちょっと差が開いちゃったわ、変なこと話してたら。まあいいや、半分諦めモード。前とは2秒差でファイナルラップ、ファイナルラップ。ふう、後ろの裏感が吹っ飛んだ。張り切っちゃったのかな。お、前に事故、ペナルティ。立ち上がりで行く。あー、いけねえか。まあいいや、1秒のペナルティだから。1秒差以内に詰まっていれば最後逆転できるけど、詰められるかな、この差。なんか離されてんだけど。差は維持できてる。このまま最後ペナルティのやつを抜いてゴールっていうのが理想。あー、やばい、ちょっと開く。よし、お、裏から吹っ飛んだ。ただこっちまでは届かねえか、さすがに。最終コーナーで1秒の減速、届くか。あ、届くか、これは。よーし、ゴール。あー、やっぱベイロンでリベンジと思ったけど、レース向きじゃないわ。コーナーでさせないのはさすがに無理だわ。やっぱレース難しいのかな、ベイロンで。はい。まあ、12位でゴールしました。ありがとうございます。